はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88棚とやっていきましょう。いやー、ほんと恐ろしいゲームだこれ。あとね、もう気を抜くとやっこさんすぐねがっつり来るからね。これ買ってるかな。あ、300だった、買ってるね。よし、あー、もう余裕になってきちゃったね。さあ、あとはちょっと行けるとこちゃんと行って、ああ、これね、警部。ちなみにですね、ちょっと一応入ってみましょう。今、私の経験値が5670です。ね。で、リセット入れます。5670から復活したら OK ですが、もし5670で復活しなかったら、前のね、門に戻ったらもう私、積んじゃうので皆さんのコメント待つしかないかなセーブどうすんだって話になっちゃうんでね。いや、もうドキドキですよこのゲーム。面白いんだけどね。ハマった、おね、めちゃくちゃ売れたって、あ、よかった、5670だわ。ああ、しかも今度はなんか前に、向こうに行く前にセーブされてるね。よくわかりません。さっきは向こうに行った時にセーブされちゃったんですけどね。レベル2でね。2でセーブされちゃったんですけど。いやー、何にこれ、ちょっとね、これが売れたのがわかる気がするなー。じゃあもうこっからは、あれだね、お金稼ぎと生きるとこまで行ってしまおうという感じだね。あそこクラーケンがいたので、おクラーケンさんがいたので外れちゃった。あ、そうか、魔法で、最後の敵魔法で倒しちゃダメなんだわ。でここ入ったら、行っちゃうか普通に。ねえ、もうかなり舐めたことをしてしだすようになりましたけど、私ね。いやー、これね、あの積む以外は本当めちゃくちゃ面白いな。うわー、なんかドラゴンスレイやりたくなってきちゃった。いや、まあやった時ね、家運んだりするのでもうさっぱわやみたいな感じでね。あ、しまった。はい、こうね、面白そうだったんですけども、うわ、500か。あ、痛い、おー、痛かったな、これ。あ、うわ、ポイズン、あ、そっか、ポイズンという言葉もあれだったねそうだ、ポイズンが毒っていうのも88から私学びましたね、ウィザードリーで。あ、なんか今すごい天才的に避けたような感じがしたんですけどねうまいこと避けましたね。あ、でも避けなくてもいいんだけどね。ここクラーケン、やりすぎるとこうなるのか敵強くなっちゃったんだね。こっちで行っちゃいましょうか。まあ3桁ダメージは食らってないんで今のところ大丈夫かなと。驚いちゃった、さっきのあれ。
ただスケールアーマー買うお金が3000いくらかかるみたいですね。いやー驚いちゃった。ほんともうなんだろう、ここの店どうやって行くのかな。あそこの店ね、言い方がちょっと分かんないんですけど、こうこうこうでも上がれないからね。うん、あ、じゃあつけときましょうか。私まだクロスしか着てないんだね。そらダメだな。でもこっちでも行けないんで、でこれもまだ入っちゃダメでしょ。あ、俺はつけちゃいましょうか。うん、どう来ますか。はい、あ、いや、やられちゃった。あ、やられちゃった。しようかな。あ、これもまた上がれないパターンか。今経験値が6200。この辺は全然問題ないですね。あとはシールドのところ、あと塔とかを結構、あ、やっつけちゃおう。あのエレメント驚いちゃったね、ほんとね。でもこれ行けたっけ。あ、無理だね。また出てきたね。おお、ダメージ50何本。まあまあ大丈夫だね。あららら、126。あ、これ側面とかから食らったらでかかったりするのか。よくできてるゲームだね、これ。ほんとこれ今でも遊べるね、十分ね。まだ出てくる？あ、まだ出てくる。あー、ヒットポイント500に上がってるわ。だんだん敵が強くなるのか。明らかに強くなってんな、敵が。やりすぎダメっちゅうことか、これ。そうだね、そんな感じがするね。あ、強くなっていくんだ、敵が。一箇所で同じ敵を連続しやっつけると強くなっていくのかな、ひょっとすると。そうかも分かんないね。あ、でもあのファイアーエレメンタルはもう絶対違ったね。連続して倒せなかったもんね。いやー、なかなかよくできてんね、ほんとね。あ、ここでセーブだけど、240ゴールドちょうだいって言われるんだから、もうちょっと頑張ろうか。フードが、ちょっとフードが心もとなくなってきたね。お金は3600超えたので、スケールアーマーかな？いけるんですけど、スケールアーマーいけるんですけど、
ああ、まあまあいいか。いや、ソードは揃ったので、あの盾だな、よいしょ、ちょっと、あ、これいけるか。今ね、これね、こう、あ、無理か。ね、不思議な動きするでしょ、このゲームね。ちょっとフード買っちゃいましょうか。で、とりあえずは、あ、でももう警部の前に行っとった方がいいんですね、警部の前にもね。これ、怖いんですけど、まあ、なんとか入れましたか。うん、まだだねって言われてますね。で、ウェポンはまあ一個、アーマーがね、アーマーの店に入れないんですよね。あ、あとここか。あー、でももう時間がないか。時間がないので、時間がないですね。なんていうのもね、今回が土曜日でしょ、これ。収録がね。あ、公開がね、土曜日になっちゃうので。あー、ザナドゥはライブでやってもいいかもわかんないね、これ。もう私、下心満載ですけどね、皆さんに教えていただこうと思って。もうね。あ、ダメージ29食らったね。ほよよよよ。さあ、じゃあ警部目指して行ってきましょうか。警部どこだったかな。警部フード、まあこれずっとやってると覚えるんでしょうけどね、いずれね。警部どの、あ、これもあ、ということはもうこれ私クラーケン倒すのめちゃくちゃ大変なんだ。あ、まあでもね、あのエレメント倒せるぐらいにならないとクラーケン倒せないんじゃない？ウェポン、はい、ここの辺だったと思うんですけどね、違ったかな。もうね、今はね、セーブするためにセーブする場所を探す形になってますんで。でもこれあれだね、ヒットポイントとかの桁が10万100万1000万、ああ、いや、万10万100万までありますね。この頃そんな桁の数字扱えたのかな。ねえ、16ビットで6万5536までだったような気もするんですけど、どうなんでしょうね。ああ、キーブあったあった。じゃあちょっと早いですが、これで終わっておきましょうかね。6880でしょ、エクスペリエンスが。これ覚えておきましょうね。で、はい、リセット入れてちゃんと保存されてるのかどうかをチェックして終わりましょう。されてるはずなんだよね。まだちょっとね、それほどしつこくできないんでね、まだ私に経験が足んないんで。でもこのね、タイトル見るとね、絶対パーティーもんだと思うよね。まさかのソロプレイとは思わないよね。ねえ。でも、ファルコムさんはしっかりしてるわ。ほんとそう思うわ。あ、よかった、セーブされてます。じゃあ終わっておきましょう。あれ、これどこ？なんか場所変わってる気がするんですけど。あ、変わってないのか。うん。じゃあね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。